さあ時刻は11時を回りました FM ギナーお聞きの皆様おはようございますトップインタビューの時間です現在何かの壁に当たっている人ぶち当たっている人転職を考えている人やりたいことが見つからないそんな悩みがある方に聞いてほしい番組それがこの番組トップインタビューでございます様々な職業の人や頑張っている方お呼びして今の職業に就くまでの経緯 仕事内容あるいはね仕事の何て言うんですかね哲学みたいなのをちょっと聞いていきたいと思いますそして本日は収録でございますが素敵なゲストさんに来ていただいておりますので本当ねこの方は不思議というか、えー、面白いですのでぜひ期待してください後ほど紹介していきたいと思います この番組ではメッセージ募集しておりますメールアドレス 797-FMGNON.com797-FMGNON.com そして FMGNON では Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しております FMGNON のホームページから見ることができますのでそちらからもお楽しみくださいトップインタビューこの番組は ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオより生放送でこの後三十分後ですね十一時,時半までお送りしていきますのでよろしくお願いしますそれではトップインタビュー始まりますさあお送りしている番組トップインタビューでございます本日のお相手 FM ギノワン山内とそしてゲストさんに来ていただいております早速このゲストさん今日面白いですよ、えー、自己紹介お願いします はい、皆さんこんにちは。<laughs> ピエロのファンキーです。よろしくお願いします。出ました。ピエロのファンキーさん <laughs> 出ました。お化けみたいな。<laughs> <laughs> すごいですよね。いつもあのね。今日まあ、えー、のあのフェイスブックで写真とあとユーストリームだよね。ちょっと写真で<あ>はい。放送してますが、このいつもこの格好。このピエロの？そうそう 寝るときとお風呂入ってるとき以外は,こんな、ね、以外は飲みに行くのもこれですかそうですね着替えるのもめんどくさいしね着替わせるのでもこのまま行っちゃいますすごいですよね飲みに行くっていうのがね,、うん、ねよくないですねそうですかわ <laughs> かんないけど世間的にどうなんでしょう <laughs> さあピエロのハンキーさん文字通り、はい、ピエロとして、はいえー、いろんなところで活躍していますがイベント等々に呼ばれてはい、はい、どうですかその活動内容というかそういったのを教えていただきたいんですけど、うん 数内容まあピエロですのであのイベントを呼びいただければあのどこでも小さなところから大きなところまでありがたく行きますですねちなみにどんな感じのこのピエロというかやってますかそうですねまああのご覧いただいた方には大人向けですねと言われることが多いですが完全大人向けですねですまあ。 独説ステージになりますけどね。はい。でもね、あの僕もイベント見た時は子供たちもね喜んで。そう、風船とかも使ってますよね。風船が主ですのでね。そうそう。風船使ってこのまあアトラクションを見せていくという感じなんですが、そのトークが非常に面白い。そう。危ないけどね。危ないね。ね、あの始めた時やっぱ風船出すと子供たちがもう本当にすごい。 食いき人が何作ってるとかも見ようともしないしまあステージに立って風船出した途端にもうちょうだいちょうだいちょうだいもうそっから自分がまず見ろとか正直にねちょうだいじゃないと言い始めて最初はもう黙ってやってたんですけど思わず喋ったところから一つ一つ今の自分のステージができていたっていう。 いやいやちょうだいじゃねえよって言った時は <laughs> 結構受けたんですか。<laughs> 受けたまあなんていうんですかその声さえも聞こえてなたと思うんですけど <laughs> <私>まあ、うん、マイクもつけてませんでしたのでねは,はいもう本当に喋らないでパンあのやろうといや始めはやってましたけれどもうん、うん、ちょっと待てよと。 なんか言いたいこと自分も言わしてくれというような感じになってきてマイクをつけて、うん、その時の感情をそのままストレートに喋るようになってから、うん、今のステージが確立したんですそそっか。だからあんなに面白いです、ね、面白いですね ネタ,ではなネタというかまあなんでまあ自分も何十分もかけて仕込んだ風船を、うんまあ、ありがたいことにみんな「ちょうだいちょうだい」と言ってくださるので「はい、あでは5,000円くれますかと」というような「ただではあげれませんよと」と、うん、それだけ価値のあるものって分かってるみたいな、うん、あのやり取りと。 それがねなんかねね新鮮だし面白いいんですすよありがとうござまなかなかねピエロ僕ね他のピエロ知ってるんですけどあのほかのそう正統派のピエロさんは例えばねピエロじゃない時というかそのピエロの格好で移動してる時僕子供と2人で会ったことがあってあピエロいるよっつって。 声かけれっつったたらもう総務しちゃったんですよ僕は仕事以外はやりませんからみたいなでもそれって普通の人間じゃないですかでもステージだったらやっぱ子供たちみたいなそうそうそれよりは普段から「いやいやいや」っていう方が面白いんだと。 <laughs> いやもう自分人が好きで,ですので、うん、っていうか人が好きなのと同時に自分が嫌いだったんですよねピエール始めた頃は。PL 始めた頃はんていうかもう自分に自信もないし、うん、自分のことも好きでもない、うん、な,んかなんかでも好きになりたかったんでしょうから、ね、何かやっぱりやりたいことをやって楽しく人生を過ごすような。 風にならないかなというような気持ちもあって、えー、また引っ込み思案で人が好きだからって言って「はい」っていうようなタイプじゃなかったんですよね。へえーうん。この格好をしたら「おいえ!」みたいなできるんだそう,えそうなんだそ,うその間に、うん、この素の自分と自分が理想の人ファンキーっていう人の隙間がだんだんこの何年間かで埋まってきて。はははいはい、はい

本当に取り返しがつかない。<laughs> なるほど。そうそう。ちなみにそのピエロになるきっかけ、うん、はいきっかけはい教えて,ってきっかけはほら実は F.M. 小沢で自分番組やらせていただいてるじゃないですか。今日もグーチョブの方で、はい、ゲストで来ていただきました。はい、あの東京の芸人さんがいまして。は、うん、いはいはいは8年前にキジムナーフェスタって小沢でやってましたね。 その時に彼らがストリートでゲリラライブをやっているのを見たんですがどっちかというとそれよりその後の打ち上げの時に2人組のガベジさんっていう芸人さんなんですけどもう一仕事終えて美味しそうにビール飲む姿を見たんですよね。 なんか今の日常変えたいっていんこんななんかやりたいことやってカ、うん、ーッとビール飲むこんな生活してみたいかっこいいよねかっこいいじゃ分パ,パフォーマーやってみようかなというのがうあっての8年間ですただほらやろうっつってじゃあ、まあ、やれないじゃないですかまあまあそうですね ね、スキルの問題ってことですか。そう、スキルです。なる,なるほど。スキルはどうやって。スキル。そうですね。だって最初はスキルないわけでしょうん、うん、それとも前職はそういう感じなんですか。前職は葬儀屋です。<laughs> 全然違う。さまあいろいろね。うん、やって水商売が一番長いんですけど。 そうなんですかああ酒の力借りれば人と話せるので <laughs> やっぱり人と絡みたいというか人に興味があるっていうのは変わってはいないんですけど人好きではあるんですねじゃあ、ね、人,人にすごい興味がある好きなのか分かんないけど興味があるなんかどういうふうに生きてきたのかなとかあわかるわなんかそういうのにすっごい興味があるんですよね、うんうんうん、それでじゃあ水商売長くやってそれでってわけじゃないけど、うん、まあ水商売は何か飽きん まあん水商売って毎日がフェスティバルみたいじゃないですか <laughs> あまあね事務、ね、仕事じゃないしで続いたのかなか10年ぐらいなんでんそこでじゃあトークもトークは磨かれているまあ磨かれてんのかよくわかんないですけどいやいや面白いですもん自分はの 学歴がないんですよねどっかでまともな会社に就職しようと思ってもできないです中学校3年の3学期からもう学校行ってないですからね行ってない行ってない沖縄ですかもともといや岐阜県でですよねでそこでまあずっと暮らしていたという感じでで沖縄に来たのは沖縄に来たのはえっと八年ええもっと前か十何年前になりますね 沖縄ででも水障害とかかやってたんですかんと沖縄に来る直前が葬儀屋だったんですね <laughs>、はい、なんで沖縄に行って、うん、葬儀の,あの関係のスペ,シャスペシャリストになろうという夢を持ってこっち来た時は思ってたんですが、うん、まあタイミングが合わないとか。うん 一応会社も見て回ったりもしたんですけど、まあご縁がないかったんですかね。でコールセンターに行ったり、保険をね電話で打ったりとかですね。ああ、はい、は,はい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 。<laughs> いわゆるコールセンター、コールセンターもやっていました。はい、葬儀とはじゃあタイミングが合わなかった、仕事が合わないとかっていうよりはではなく、うん,うんとそう。 その時妊娠してたんですって体調が悪くてそういろいろあるんですよまたそこまで話していいのか分かんないけどまあそういうタイミングもあるじゃないですかありますね人生あります健康状態とかすごい特に女性はねそういうのに左右されますからやる気だけがやる気があってもやっぱ環境がねどうしようもないですからこれは自分はあれですよ そのち中学3年から学校行かなくなった居場所があったんですその時に高校も一応あの結構な進学校も受かってへ<ー>だけど行かないで居場所はあのー、お芝居をやってる人たちの芝居小屋だったんですねへえ<ー><は>それはしアクターとして通ったいや 多分そこが居心地が良かったんです<ー>なんで手伝いをさせられたりご飯作らされたりいあの役がなんか役者が足りないからセリフもらってあだんだんじゃあ本当に田舎に入っていったんだそうです劇団とかのえ、はい、いいっすね、はい、で結構あの名古屋の方では有名で私実は役者として有名じゃなくてうん どっちどこの芝居行ってもあっちの芝居行っても打ち上げる時に必ずいるなあいつみたいな感じで <laughs> 超有名だったんですけど、えー、はいいいですねそうそう居場所があるといいですねんみんなもそういうねって <laughs> いうかやっぱりそういうこの人生ほらもう人それぞれだしというのを体現してますねそうなの学歴なんてね正直言って、うん 今特に、俺薄らいできてると思ってるんですよ。あ、そう。うん。学歴じゃないなと。うん。うん。やっぱね。使える人は。そう。関係ないですから。そう。うん。使える人っていうのは、学歴がなくて、足りないものが分かれば。そこで、それをまた、自分で、全力で勉強してしまいますから。そう。だから、生きていく力ですよね。必要なの。必要と言います。そう、そう。自分葬儀屋もね。あの、高卒以上って書いてあったんですよ。うん。 面接あのあれ何何募集の資格ね資格にねでも行ってそしたら資格がないじゃないかって言われたのでいや自分はですねその電話の時点で断られたんですよなんでまた次社長に通してくださいって電話を社長出してくれって言ってですねほんでいや一回会ってくださいってで会ってもらってあの。 確かに資格はないとでもこの会社にとって絶対私は必要だはずとんでですかってね私はもう子供の頃に父親も亡くして24歳でお母さん亡くなってで一人っ子であの喪主やってとだから家族を亡くした人の気持ちがよくかだから私を使ってみた方がいいみたいなそういう説得をして。 そうしたらたまたまがのお父さんお母さんが亡くなって社長を継いだばっかりの若い社長たんで私の口車に乗って採用してしまったんですいやいや僕はね <laughs> この話聞いて僕はさあのー、社長に会わせてくださいって言った時点で多分取ると思います、うんうん、もう8割はこの人取るっていうあれで面接にする望むと思う。おーなるほどど、うん、でよっぽどの あれじゃない限り取るはずにず、まあ、本当によっぽどおかしい人もいますから、ね、<laughs> <laughs> いるからそういう人が <laughs> いる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 でも、うん、そういうガッツっていうのはなかなかね見せれないですよ、うんうん、だからね大事ですそこそうにそういう何ていうか元気というかや,やる気みたいなものを、うん あのもっとやっていいんだよみたいなことは伝えたいですよね。一、うん、回レール外れちゃったからっても。おかげで生きてる人とかいるじゃないですか。もう諦めちゃう。全然。ね、何度でも。<う>スキルを身につく。うんうん。スキル。うん。うん、それどんなやったんですか。それもガッツで。そうですね。うん、そりゃあ、でも。そりゃあ、もう練習は相当しましたね。誰かに弟子入りみたいな。 うん、最初はありました、うん、技術的にはでもちゃんとお金払ってましたからねあそうなんだはい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 相当なお金をはい <laughs> なんでそれをの自分が教えたんだって言われたくはない <laughs> <laughs> だから自分はこの心の部分でパフォーマーになっ,なったのは心の部分が大事なのでこうなんだろうなテクニックよりはってことですか、うん うん、多分こ孤立してると思うんですけど、沖縄のこのパフォーマーの中では、そうなんだ。でもそれそそこからのなんかあ、えー、のー全力でやらないとダメみたいなうんところがうんん体から出た時に多分面白いんだろうと思う。一番追い込むというかね。そうそうそう。そうそうそう。だからね、多分必死感も出てるわけ。必死必死なんです。<laughs> とにかく必死。演技じゃない、演技じゃない、必死なんです、ねそうそう。普通ほら、ペーロの人とか、バフォーもあって、演技で。<laughs> <laughs> プロなんでしょうね、多分皆さんね。いや、いや尊敬しますけど。なんか、追い、追い込むこと、自分を <laughs>、あそこ人前で追い込んで。うん、もう。てんて困ってるところ。ですよな、ねうん <laughs> そ,それしかないので自分技術もないしそんなジャグリングができるわけでもないので、うん、そうでもそれでその、まあ、技術を身につけてやりますと、うん、でも最初はほら全然お呼びもかからないというか<え>そんな感じじゃないですかどんなやってこう工夫していったんですかたけら 助けてくれる人がいっぱいいましたよねあ、はあ、それもねもう、うん、なんていうのう人柄というかうだけど、うん、あの自分はやっぱりちょっとかわいそうなんですけど、うん あの後先考えないでものいっちゃうので正直に。<ー>なのでそういう人だって分かって好きでいてくれる人じゃないと、うん、衝突すするんですよ <laughs> そうするといい感じの仕事とかでも自分も仕事もらうために黙っときゃいいことをつい言って「もういいや別に仕事もらわなくてもいいんで」みたいな感じで言っちゃって <laughs> あの縁が切れるとかいうのもいっぱいあります。 でも、もね、そういう自分も全部ひっくるめて、<う>認めてくれる人のところは仕事が一応今も細々とですけど。細々と。でもないですよね。<laughs> 結構忙しいですもんね。いや,いやいや、いろいろあるんですよ。そこは。いろいろありそう。話突然変わっていいです。あのラジオが好きなんです私は。はいはいはい。で、それは好きな理由があって。うん 自分を引きこもりもしてたんですよね。ああ、その時ラジオ聴いて。はい、要はあの居場所もあってなんて言っていながら。はい。やっぱりあの、これしまったなと。うん,うんうん。いや、ここくらい出といた方が良かったなと。思うようなことも重なりまして、<laughs> その後。でもね、うん。その時はもう人生も終わったと思って、引きこもってしまったんですよね。一年半ぐらいも、ろ人ご飯も食べずに。家に。はい、まあ、家がこう服を作るを。お。 仕事をしてるお家だったのでもう一言も喋らず服作りながらラジオを聞いてたんですよラジオ面白いなって投稿し始めてそのご縁で、うん、この中日新聞のですね、うん、新,あの新聞記者さんから、はい、あの手紙が届いて、えー、それで励ましの手紙が届いて。えー、じゃあそのメール投稿も、はい セキュラには割といや投稿はね、うん、取り繕ってるというかこう読まれるために相手が欲しいことを職人だねちゃんとやるんですよ。といとそ,それなので、うん、あの放送作家っていう仕事がありますよみたいな感じでラジオパーソナリティの方から声がかかったり、はい、そのうちその新聞記者の人が「うん 引きこもってたら人生あれだからって言ってお芝居見に来たらって言って芸能関係の記者だったんで、ま焼あのお芝居のチケットをあの入れて手紙をくれて文通をするんですよ。私それであの1年半後にやっと家を出た。ひょろひょろになってもやしみたいになってましたけど。 そういう出会いもあって、いまだにラジオが好きで、だからラジオ番組をやる気持ちにもなったと思う。はい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 。あのまあまもうねそろそろお時間なんで、ちょっとまとめたいんですけど、最後にですね、アンキさんこれからの夢？夢。はい、教えてください。夢ですね。うん夢か難しいな。どうなっていきたいかっていうね。どうなっていきたいか。まあ時間かけてもいいですよ。 時間かけてもいい。カットできるから。夢ね。流れたい。ああ流れたい。流れたい。うんうこうしたい。ああしたい。こうしようっていうところから、なるべく抜けて体をフリーにして心をニュートラルにして。どんな風にな人と出会うかとか。 その先に何があるのかな。面白いね。面白いというか、夢がないよね。いやいやいや、目標も。目標もない、目標もない。んなんか。面白いな。<laughs> 食ってはいきたい。<laughs> 一応この仕事で、食えてる、うん、何年かはちゃんと落ち着くまで食えていたい。うんうん、ただ。生活のためだけのピエロのファンキーでしくない、あっという間。 っていうのあるのそこはどうしようあしようじゃなくて、円に分かすとかニュートラルにして、人のこの流れに分かすとかして、どっかに行きついていきたいなと。あーかっこいいね。かっこいい。かっこいい。具長。具長。あのさなかなかいないですよ。そう。うん。そういうのを夢で語る人は。ていうかないんですよ。そうかな。結構でも具体的な目標より難しそうだけど。そう。 だって自分のあれだからねなかなかね難しいっちゃ難しいけどね柔らかくこう漂うわけでしょういや難しいですよずっとテーマだからねそれいいですねさあもうお時間となりました今日のトップインタビューですがもうね面白かったです本当。一回じゃやっぱり当たりないね思ってたな山内さん面白いいいややいや 面白いですよ。えーとですね。今日はここまででございます。リスナーの皆様、本日もお付き合いいただきありがとうございます。ます今日はですね。ピエロのファンキーさんに来ていただきました。あり,ありがとうございます。それではまた来週。さよならバイバイ。